こんにちは、ことぶきはじめです。サイバスターもいよいよ最後になってきました。で、ここまで完成してます。で、ちょっと明るいんですけど、紫外線発光スプレーも塗ってますんで、ライト当てると結構綺麗に光ってくれますね。で、今日はラプラスデモンモードの、開いた時に追加になる走行ですねこの辺を作っていきたいと思います。で、これで最後になるんですけども、通常のこの白い走行と紫の走行は艶消しで、で、こちらの追加になる青い走行ですね、こっちはあの紫外線発光スプレー、この TL カラースプレーで塗装したいと思います。で、切り出して塗装の準備を今始めたところなんですけども、あとこれだけですね。これで最後ランナーがなくなって終わりになります。もうちょっとですね。で、ちょっと細かいパーツが多いので、切り出して塗装してから組み立てようと思ってます。塗装の準備が整ったので、塗装していきたいと思います。で、こっち側は、艶消しで、この辺は、TL カラースプレーでやっていきたいと思います。はい、サイバスターの走行が乾いてきたので、組み立てたいと思います。
プラスデモンモードまで完成しました。こんなになってます。で、紫外線発光スプレーしてるんで、ちょっと光らせてみます。全部消しましょうか。どうでしょう結構光りますねこの走行がポロポロするんで、もうこれで固定で接着してしまってもいいかなと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。ちょっと完成した直後なので、塗装が乾いたりとかパーツが落ち着いたらですね、またレビュー動画を撮りたいなと思ってます。よかったらまた見てください。ありがとうございました。それではまた。